ごめんお疲れ様、ありがとう。まだ見てないけどよかった。よかったですか。あ、ありがとね、いろいろ投げてくれてよかったって。ポップコーンでしょこれ、ココナの配信で見た、ありがとう。そう、全部出ましたよ今の公演。ありがとね。え、なになに今の、待って、一瞬過ぎない、なになんか走ったんだけど画面のとこ、なんて書いてあったんだ。ありがとう。今日初めてですね、制服の目出たの。なんか12周年とかかなにやってたメンバーもいたんだけど、私はその時違う公演でしたので初めてでしたね。でもなんか知ってる曲が結構あったりとか、制服の目とかもこの間の周年でやったりとか、お疲れありがとうとかなやってたから、知ってる曲は多かったんだけど、いざこう劇場でやるってなるとまた話が違うから、まあほぼ初めてだったんですけど、なんか気づいたら全部出てたわ。なんかやばいよね。でも研究生がみんな出てるからさ、すごいのかって言ったら、ありがとうこちら。ありがとうね、遊園地ありがとう、いつもほんまにほんまにありがとう。優しいね、本当にありがとう。頑張ってよかったです、ありがとう。嬉しい。でも詩人とか好きなので楽しかったです。詩人はなんか紙フレの時にフルでやってたことがあったので、なんか懐かしい気持ちになりながら踊ってましたね。こんばんは。ね、カメフレの詩人懐かしいでしょ、そんなこともあったよなみたいなぐらいの記憶でしょきっと。久しぶりに配信した気する。ありがとう、ポップコーン。寒いですか？今日寒くないよね。そう、ずっと配信したかったんだけど、なんかしなくて気づいたら12とかだった。最近はもう公演
あったかな、 S が結構あった気がするから。今日ハーフツインしてたんだけどな、取っちゃった。あ、時間ありがとう。この前アフタートークでめった打ちにされたけど、キミちゃんアフタートークね、面白かったです。ね、面白かった MC。 なんか新鮮な気持ちでした、公演。なんでだろう、周りのメンバーがいつもと違うからかな。どちらかというとコンサートみたいな気持ちですよね、ああいうのって。公演また来月入れたらいいな。ね、来月はシャッフル、まあ、知らない人に説明しますと、今こう3チームあって、その3チームが全部新しい公演を作っていただいたものがあるのを、チーム S だったら K2 と E、 K2 だったら S と E、E なら S と K2 の公演をこうやるっていうシャッフル、ぐちゃぐちゃになるやつがあるので、そちらもありますので、お楽しみに。みんなは S の何公演が見たい？どっちが見たいんだろう、 K2 といい。でも多分私のことこう見ててくれる方、好きでいてくれる方っていうんですか、はさ、もうなんかどっちも出てるからさ、あんまなんか新鮮味を感じないかもしれないんだけど、楽しんで。全部忘れて楽しんで。まあ、組閣って言っても発表？ん？組閣？はまだまだ先なので、そんなまだまだでもないか、春なので。一回冬を越さなきゃいけないので結構長いのでね。あなたやデスが登場するの想像しただけでいい。わかるわ。ポップコーンありがとう、ハートもありがとう。生写真の受付今日までよろしくみんな。え、生誕のグッズはどう、いつまで。もうマジであなたへ激アツ曲だから、ちょっと本当に組閣で研究生になったら面白いね。でもなんか公演の出る数が研究生でなので、もうなんか研究生でいいですね。なんか賞味髪の毛もずっとストレートでもいいしな。ポップコーンありがとう。
これ時差あるかわかんないけどさ、ポップコーンさこう落ちてくるんだけど、私の画面わかんない、みんなの画面がちょっとどうかわかんないんだけど、私の画面はこうポップコーンが落ちてくるんですよ。だからさ、ポップコーンだってこうやってやってんだけどさ、多分みんなの画面で見てる時にはもうポップコーンはいないでしょ。どうなの？ないんかい。じゃあこうやって私がポップコーンだよってやってても意味ないってことじゃん。ポップコーン好きだからいいけど、別にポップコーンめっちゃ好きなんです私。生誕グッズフル注文完了しました、ありがとう。セブンのやつ、あ、ポップコーン？これポップコーンですか？これクマのポップコーンですか？うん？ねえねえねえ、これポップコーン？ありがとう、いっぱい。ありがとうございます。クマのポップコーンだよね。嬉しい。こんなポップコーンバケットなんかもうなんとかランドじゃんこんなの。ありがとう。映画見るときポップコーン買う。買う。わ、ありがとう。いいね、このなんとかランドの、わあいっぱい、ありがとうございます。生誕って注文してきました、ありがとう。みんな注文して、 ありがとう。ポップコーン、はい、これどうですか今対応してましたか自分。ああありがとう。最近寒くなってきたからさ、なんかあーやばいかもみたいな、もう秋服着てる時間ないかもとか思ったら、めちゃめちゃ今秋、生誕ティー可愛かったので注文してきました、ありがとう。チャコールですね、あれは色は、色味のね名前はチャコール。トートバッグの文字はね、私が書きました。君に決めた、今回は君に決めたなのでね、君に決めてもいいんじゃないだっけ。いや答えをお願いします、皆さん。寒い時期は T シャツじゃなくてパーカーとかにしてほしいですね。それはちょっと大きめサイズを買って、パーカーの上にあの T シャツを着るとおしゃめに、おしゃめに着れますね。
できたらいいんだろうね。中にさ、こう首まであるのを着て、 T シャツ着て、その T シャツをちょっとあれだったら上にカーディガン羽織って、皆さんって重ね着とかします？そのカーディガン羽織って、その上になんかアウター着てとか、 T シャツだったら、冬だったら別に半袖でも成立しそう。XXL を買いました。大きめに着てもねいいですよね。冬は着るなら結構大きめの方が中に着れるし、なんかチビティだと結構夏っぽくなっちゃう。チビティは私たちだけか。ちっちゃめサイズだとちょっとなんだ、夏っぽくなっちゃうかもしれないんで、重ね着しない人なんていない。そうだよね、ごめん言い方が悪かった。私の重ね着っていうか、中インナーの重ね着じゃなくて、外に見える別に意味のない重ね着っていうんですか、防寒無視のなんか重ね着のこと言ってたんだけど、だから冬なら T シャツ、シャツ、ジャケット、その上にジャンパーみたいな、いやもっといい意味あるだろうみたいな、もっといい着方あるだろうみたいな。大きいセミやったらレナポップがあった、買って。T シャツね、冬場はどうやって着たらよく見えるんだろうね。でも上に何か着るとか中に何か着るしかも策はないよな。ポップコーンだ、ありがとう。あ、ポップコーン、ポップコーン、ありがとう。どうするべき。トレーナーの下、下に来たら見えないしな。そうだよ、だからカーディガンをで前を開けるとかの方がいいよね。パーカー、前開くパーカー。前開けると寒いからな。T シャツって夏場は楽ちんだけど、冬だとちょっと難しいですよね。あの T シャツの色味だったらどうやって着たらいいんだろうね。難しいよな、ちょっと選んだら自分なのに。髪型ちょっとウルフっぽくなってる。今日ね、横の毛をね切ったんよ、ここの。
だからかな。あー、ポップコーンいっぱい、ありがとう。この前のみかんの見方の違いすごく良かったです、ありがとう。この間は芸術の秋のやつか、そう、司会だったんですよ。最近こう司会をやる機会が多くて、でもちょっと芸術の秋のやつは、まあ、司会で嬉しかったですね。めちゃ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 嬉しかったですね。わあ、だるまいっぱいありがとうございます。メガネは度が入ってたの？あれね、なんかね、みんなにね、変って言われるんだけどファンのみんなに。だけどあれは何も入ってなかったです、あのこの枠だけです。そうだから何もない、ただの鉄じゃないな、あれ良かった。分かってくれる人だけ分かってくれればいいっていうスタイルで私はもう生きているので、じゃあいいや。今時鉄の眼鏡なんてないけど、だから間違えたって言ったじゃん今間違えたって言ったよね。プン、インスタにもあげたね、あれね、あの時の写真。可愛くて面白くて可愛いサンドイッチされてるね。バブルのも最近あんまなんかあの通話が機能してないよ。しないと。コーディネート含めて全て好きです。じゃあいっぱい載せちゃおう。これからあんま写真撮る機会がないんですよ。私昨日公園だったんですよね。忘れる、不意に忘れるんですけど、昨日公園だったみたい。ココナとね楽しく練習してたので、なんか楽しかったですよ。制服の目の覚える期間なんか今日今夜と忘れちゃうじゃん。だってそうだからココナの配信にいたんだ。そうだよ、ポッキーはいつ買いに行ったの？昨日の朝です。昨日何し、なんだ、なんだ、なんで、なんで、なんで、昨
どういうこと？事務所一回寄ったのって。え、私昨日朝何してたっけ。思い出した。公演後は帰って寝ましたよ。何色のカラコンネイルしてますか。これもうすぐ帰るんでめっちゃ伸びてるから透明でね、こんな感じです。でもコンタクトしてない。今寒いの。寒くないよ。マッコさんと静岡いつ行ったの。うん、最近。11月24のフェスで会えるといいな。そう、横にゃんさんの代わりにね、フェスに出させていただくので。まだいけるのかな、あのワースタさんのやつなので。お時間ある方というか、お願いします。品川なんで嬉しい。来るでしょ。みーたんが配信できみちゃんがたくさん声かけてくれて感謝した。みーたん髪の毛がなんかめっちゃ綺麗だったからさ、サラサラだったからさ、触りまくっちゃった。そんなんで感謝してくれんの。触りまくっちゃっただけなのにね、すごい。だから24待ってますね。メガネめっちゃ可愛かった。インスタ見てきた。いいねした。ちゃんと眼鏡結構持ってんだけどあんまかけないんだよね。迷ってるので大抵出たら考えます。待ってるわ。にゃんぽこら、にゃんこぽら、にゃんこぽら。電報チケット買いました。ありがとうございます。待ってます。東京の方はさ、来やすいんだろうね。パーカー一枚でさ、出かけられる気温ってめっちゃいいよね。頭の中がめっちゃ今ジェラシー。ずっとこれ。
てて見るのがたまっていく、定点で見てくれてるタイプの方発見。私も定点で見ちゃうタイプだから一緒ですね。21日ケツだね。でも20は S だよね。あれ合ってる気がする。でもさ、メンバーはこう全部見ないといけないから定点で見るんだけど、ファンの方も定点で見るのは意外、結構意外ですよね。こう私たちはさ、いろいろ見るために見るじゃないですか。なんで定点で見る、なんでっていうのもダメか不思議。そういうことなんだ。推しを見るために定点とか、そういうこと、常に推しを見るために定点にするってこと、そういうこと、そういうこと？気づかなかった。そういうこと？そういうことね。そうなんだ。どういう分け方を、分け方というか、その気になった。みんなが見てるならいっぱい揃えないとね。私も今日の定点見よう、24時になったら。今は29分。出て見るときは何かしながら見ることが多い。なんか S こ S の公演は結構なんだろう、その振り系が気になるとかって感じで見ちゃうから、結構何かしながら見るっていうよりもそれを見るための時間
を作ります。なんかながら見だと結構見逃すというか、どれがどういう風になってこうなってるかっていうのがわからないので、結構真剣に見ちゃうかも。でも見てるだけじゃ、やってる側からするとね、見てるだけじゃわからないことっていっぱいあるんですよ。だから結構揃えるのとかって難しい話になっちゃうんですよね。だからもう違うんだろうな、もう見方がみんなと。こうみんなが見て揃ってるって思ってもこっちから見ると揃ってなかったり、なんか最初と違ったりみたいなのが多いんです。これはみんなで話すけどね。でもこれはね、誰かがあれなんですよね、こうみんなでやんないといけないので、研究というか最初のものをこう潰さないようにするためにやってるだけであって、って思うけど分かんないです。そんなの勝手に思ってるだけなんで。そうだから、こう変なとこがあってもメンバー間でこう結構言うのでね、皆さんは何だろう、こうあまりストレートにというかなんて言うんだろう、腐っとくるような言い方はね、こうしないようにメンバーに。私たちが見て言いますからきっと。ダメですよ。定点見ててあそこ気になったんだけどさ。いやいいんだけどね、いいんだけど。多分次には改善されてることが多いと思うから。前後編やってみてどの公演が難しい？なんか全部違った難しさなんで、全部難しいですけど、なんだろうな、どれが難しいんだろう。なんか種類別の難しさって感じ。
ポケモンでいうところの水と草と火みたいな感じ、違うんですよね。ユニバーじゃん絶対ドンキーコング。全部むずいしし、全部それなりに体力は使いますよね。もうそろそろ終わろうかな。また今月やるね。いっぱいできたらいいなって毎月言ってるけど、いっぱいできたらいいな。ありがとね。これも。ポップコーンとかハートとかもいろいろありがとう。お疲れ。バイバーイ。